大体、週の頭に、マネージャーの今村ちゃんから今週のスケジュールみたいのが来るんですけど、その、宣伝宣伝の話、の話しという、僕の、あの、もう超面白いエッセー集、びっくりするぐらい面白くても、読むそばこんな面白いやばいって、もうどんどん捨てちゃうから、 もう、すごい数売れていくっていう。もう、あのー、よくね、名著は、行刊を読ませるって言いますけど、行刊に、人間の可視範囲ギリギリの薄さで、サブリミナルに訴えかけてくる、今すぐこの本を捨てろが、<laughs> あのー、えー、<laughs> 不吹き送え。の、この二つのメッセージが入ってますから、まあ、大体僕の、の話がこう、出版されると、 街にゴミがすごい増え、の話がガンガン売れ、そして吹きがまた飛ぶように売れて、<laughs> 吹きの乱獲が始まってね、もう大変なことになるんですけど、その、の話しっていうのが、あ、6月の11日に発売がもう決定いたしましたんで、えー、で,で、その宣伝も含めて、いろんな媒体出してもらおうみたいなことになるわけですよ。そうすると。 そうすると、日頃は、ええ、こちらからお願いしますとアプローチに行ったことがないような雑誌とかでも、本の紹介コーナーとか、本の紹介、新刊紹介と著者インタビューがあるような雑誌は多分、うちのその、えっと、マネージャーの今村ちゃんがバンバン行くと思うんですね。で、その結果、こう、あんまりしたことのない仕事とかが入ってきたりするんですけど、明日のスケジュールに、 ビビ、取材俺、ビビに、ビビーって。<laughs> 俺、何人ドルな、何人ドルレーナーなのかがもう全然わかんなくて。<laughs> ビビーだよ、<laughs> ビビー。なんか、あの、もう、硬いタれパイ 汗、硬いタレパイ汗って読んじゃうでしょ普通あれ。V.I.V.I. で、あれビビなんだよ。なんかもう。アンルイスの、そのラセゾンの時の衣装のおっぱいが、下向いたやつ二つの間に、ほくろほくろじゃ、あれ <laughs>、この女抱いたことあるじゃねえよ。そういうんじゃなかあれはビビって読むのも多分この番組をリスナーの方は知らないと思いますけども。 それこそ、卒、もう、ビビのモデル卒業してどれぐらいになる俺。<laughs> 松島奈々子ちゃんと同期でよくお互い靴の中に画鋲を入れたりとか、あのー、ヌーブラを盗んで噛み合ったりとか、まあ向こうが俺のヌーブラ噛んでたかどうかりませんけど、<laughs> 俺は松島奈々子のヌーブラを盗んでは噛み、盗んでは噛みしてた、アあ、あんむあんむあんむってやってましたけど、もう、び、もう、ちょっと、超面白いやつ言っていいこれ、もう、 た分あれですよ。多分今から言うやつは、おそらく、この番組のリスナーは、ほら、もう全員、全員ノーセンス、ビビセンスがないですから笑いませんけど、ビビの読者は笑うやつで、今からビビってます。まあ、どん、どんな格好で行けばいいのね。その写真ありかどうかわかんない。取材で写真あるかどうかわかんないんだけど、多分新刊のコーナーみたいなところに出て、著,著,著者として、ちょっとインタビューを受けると思うんだけど、 なんだろうな。だからさ、もう参考にするしかないよね。ビビに出るような人と同じような衣装を着るしかない。だから、川北舞子ちゃんと全く同じ、<laughs> 全く同じ衣装で行けば、まあまあ、ビビは合格ラインという、<laughs> そういうことなんでしょうね。もうん、ビビを皮切りにっていう。皮切りがおかしいよね、もうすでに。どんな顔して、どんな人が、ビビの、編集部に、いるんだろう。前も一時、 アンアンにすげえ呼んでもらったことがあってでまあ、その時はねそん時は分かりやすかったのが結果、恋愛相談のコーナーとかその女性の悩みみたいなのを聞くコーナーだったりするので,でそれはやっぱりモテない方に突き抜けてやつってもう意見がフラットだっていう要はそのモテを完全にもう僕、達観してますから、ね、もう結局、右手はわがまま言わねえっていうね分かんねえけどバー,バーキン。 バーキンっていうのを俺の右手が欲しがったことはねえっていう、そういうことで右手で用がすっていう、あのー、理屈になってくると、ちょっとこの女性は、俺、なんとかできるみたいな意識が、絶対、おかしくするじゃん。その、えー、恋愛相談に対する答えだとか、女性対する用語もおかしくするけど、もう完全にモテ切っちゃうか、 完全にダメだって諦めきっちゃうかがその恋愛相談のエキスパートなわけですよそういう意味であのアンアンさんかすごい呼ばれた頃は まあしばらくして調子こいてんじゃねえぞ多分思う種の母を読んでる人も分かってるけどってそれ意見としてちゃんとしてるかどうかは知らねえけどすごくシビアな意見を言ってるんだろうけどもなんでお前が言ってんだよみたいな感じ、この理屈をいつもさ俺の記事の前のところに書けって言って必ずね。 もうオナニーは飯を食わねえでおなじみの伊集院さんって <laughs> ちゃんとそこはかけよっていう、ね、だからその、えー、ちょっと女の人がこびたりとかするの全然関係ないからズバッズバって来ますよっていうね来ますからっていうのを頭に入れてくれと思ったんだけどさすがに案外の紙面にそのオナニーは飯を食わねえっていうのが乗らないんだよねそ <laughs> れで、まあ、あんまり話は来なくなっちゃいましたけど、まあ、ビビビビですよビビ読んだことあるよ、ね なんか俺の中で漠然とトリンドル・レーナが出てる感じ違うトリンドル・レーナビビって表紙にトリンドル・レーナ出てる感じしね <laughs> あと藤代誠治の影それ暮らしの手帳 <laughs> それ暮らしの手帳だよ <laughs> ねいで全然ビビと関係ない藤代誠治の影が表ドーンって出、ね、なんかわか,かんないけどメールヘンだけどちょっと胸騒ぎがする胸騒ぎがするっていうやつはあれの手帳暮らしの手帳,暮らしの手帳 あとなんか秋っぽい秋っぽい日本の絵みたいなやつが文春か身長のどっちかですけどビビの表紙は俺の中ではトリンドル・レーナ・ローラみたいなそんな感じちょっと待ってよ、うちのマネージャーとかも漠然としかそういうさそのここ行けよみたいなことしか書いてくんないから細かいこと書いてくんないからスケジュール表ではビビインタビューってなってるけど。 今村ちゃん表紙大丈夫で表紙ないよね表紙は俺ちょ表紙はちょっと恥ずかしいよぴょ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 だともうビビの,のスタジオ行く前に少しいじって雨ぼっきさせていかなきゃいけないから友達とサウナ行く時と一緒だからあのいつも見え張ってる友達と初めてサ,サウナこの流れで行くんだっていう時に一旦ちょっとごめんトイレつってて雨ぼっきが必要だからで雨ぼっきとか言ってるやつはもうビビはもう願い下げだよ んじゃねえよお前ってもう多分思ってると思いますけど多分わかんないけどビ b ビビのインタビュアーの人に「今のくだり雨ぼっき」って言っても多分何ですかそれってそ <laughs> <laughs> らく彼女たちには俺の知らないようなファッションのチュ,チュニックチュニックとかは多分俺よりも全然いっぱいチュニック系のチュニックってあるよねなんかね <laughs> チュニック水虫にチュニックねチュニックっていう多分ファッション用語あると思うん、サボサボエサボエとかチュニックとかは連中知ってると思いますけど甘ぼっきを全然甘ぼっき激ぼっきも全然わかんない全然わかんないですからあとエル,ドラエルドレッドそれも全然。 あと、西部から登録もうその、練習生から入って、2軍登録されて、1軍登録されて、やっと出た2試合目で4アンダー打ったアブレーユも知らねえと思うんですよ。<laughs> やろうと、そんだけど、チュニックをね、チュニックを知ってますよね。ええー、などれぐらい話せるか今から緊張してますけども、ええー、まあまあさ、頭から、ビビ、ビビは、ええー、後段者かな。後段者。だから、 小学館ベタベタの話題も行きますよ、ねや。闇金牛島くん。闇金牛島くん。しかも今映画絶賛公開中か公開直前のどっちか。公開中。ね。で、えー、まあ、見に行ってませんけど、<laughs> その、闇金牛島くんを、 完全に楽しめるほど強くないんだよね、俺。なんかその、<laughs> 闇金牛島くんの作者が乗ったなと思った瞬間、俺が降りる感じっていう、結局、パワーが、負のパワーがありすぎるから、こっちはもうこれ以上負のパワーを抱えるほどの余裕が、キャパがございませんっていう状況になってますんで。で、まあまあその闇金牛島くんが公開するせいだと思うんですけど、公開する、公開中だからのキャンペーンも含めてだと思うんですけど、 CS のチャンネルガチガチやってたら、なんか、えー、今日は一日。 えっと、週末、〇〇闇金牛島くんみたいなドラマずっとやってるね。週末の過ごし方としてどうだっていう気はするんですけど、週末〇〇闇金牛島くんね、どうだったかな。ずーっと俺が番組表ピッと見た限り電子番組表見たらずーっと闇金牛島くんやってるわけ、やってるわけ。ね。おそらくこれで闇金牛島くん見て、で、日曜日は映画で闇金牛島くん見て、で、月曜日はよし、今日から仕事だっつってスピリッツで闇金牛島くんを見るっていう暮らし、ライフスタイルのものだと思うんですけど。 でまあそのあんま見たことなかったドラマのヤミ金牛島んやっててパッて見てたらさなんか風俗、まあ、相変わらずなんですけど、えー、っと割と最初の方のストーリーだと思うんですけど、えー、おしゃれにすげえ金かけてる男に、えー、っと一流の、えー、会社の OL さんがお金をすげえ 見ついでて、で、それが結局、牛島君によって風俗に売り飛ばされ、で、風俗でお金を稼ぐみたいな。一方、そこにいるすげえブスだけど、指名ナンバーワンの風俗嬢がいて、みたいな。その人、知ってるやつだと思って見て。ほいで、れでさ、その見てたらさ、結局、テレビドラマの限界ぐらいのお色気まで行く。でも結構きちんとそのお色気のとこ行くんだよ。テレビドラマの限界だから、その、逆にテレビドラマに出る女優さんが風俗嬢の格好まではするわけ。 格好まではするし、そのストーリーは見てるから、その、演技も上手だから、ちゃんとしたこう、あ、そういう流れで、この子は今風俗で頑張るしかないっていう状況で、今その、えー、っと、風俗の、あのー、店長みたいやつに、一日目はテクニック教室、 だからみたいな。新人研修は俺がみたいなしてズ、ズボンカチャチャンなんてやりながら、明日の仕事ビビーなんですけどね、僕はで、そのビビーのインタビューされる僕なんですけど、言うところになったら、CM みたいになっちゃうわけ。で、その時思うことっていうのが、これ、このクオリティでこの先の AV あったらすげえなって思うんだけど、でも実際そういうのに近い AV って、その、あの、お芝居とろ見ないよね。絶対ね、なんか結局のところ、 このか、この演技力、この女性のクオリティと、このしっかりとした作りで、この今、寸止めになってるとこの先、超見たいと思う。で、そんな AV 夢のようだな。待てよっていう。<laughs> AV だったら多分、絶対飛ばすっていう。雑だなっていう。俺、見方が雑だから、ねえな、みたいなことを。それが、その、ビビ的な、俺の週末、俺の週末の過ごし方。 くあのー、まあ、なんすかね、草野球ですかね。まあ、大体基本的にはその、野話 C、野話第4弾、野話 C の原稿の原稿全部上がったっつったんですけど、でもちょっとずつ出てくるね。あのー、まずいつも困るのは、文言のすり合わせみたいなこととか、あとルビーをどう振るかとか、 あとその漢字の統一、どっちでもいい場合の匂いっていう漢字の統一とか、それとこうエッセイ集だから、その書いた日によって違う、嬉しいをひらがなで書いてる日と漢字で書いてる日があるんだけど、 で、そこ編集をやってくれる、その宝島社の、今日は出版社の名前がいっぱい出んね。ただ、本当は小学館が一番好きです。<laughs> ね、大好きです。もう、いつも寝る前に、<laughs> 小学館小学館って言いながら僕は寝てますから。<laughs> ね、隣の人に壁をどんどん叩かれながら、最後にちっちゃい声で、小学 ってかな寝てますから、それぐらい僕は興奮して、小学館のこととなると興奮してますけど、もう、もういいですか先に進んで。別にそんなので怒るほど、木ぼったまの小さいスポンサーじゃないっすから。ね。んで、俺だけじゃないからね。さっきのパンケーキっていう歌をディレクターの金子はなんかおしゃれずらしてかけてましたけど、あの歌の中にも雑誌名結構花子とか入ってましたからね。 そうねで、で <laughs> えっと、あのー、それに、矢部しさんっていう人と、中山さんっていう、二人が、またこの二人が全然性格が違うわけ。中山さんはどっちだかとすると、ノリだから、違ってもいいノリかな。えー、その、同じ文章の隣の行に違う感じが入ってる、違う感じで、入ってる感じのはあんまと思うけど、 さすがにこう違う和だったらいいっていうタイプかな。で、矢部下さんっていう人は割とし、なんちゅうの。とりあえずはそれを指摘して俺がどっちでもいいって言うならどっちでもいいっていうタイプの人で。で、そんな作業をずっとやっ,やってるわけでいてで、やっぱり、真剣な目で、ここはどうしますかなんて、ここの嬉しいは漢字にしますかひらがなにしますかみたいなこと言われると。 やっぱり、ここは軽い気持ちじゃなくて、本当に、こう、その、言われて、え、心から良かったっていう、救われたと思ってる嬉しいだから、感じですね、なんて言うのね。よくわからないのに。<laughs> だってそんなに一生懸命聞かれちゃったら言わない。俺は作家、だからもう、それ、山下さんが最低、これはもう、その作家の感性ですから、僕らがどうしろっていうのは、ないんですけども。<laughs> あの、伊集院さん的には、作者的には、どちらの方がっていう、もう好みに。 我々合わせますんでって言われちゃうと、今みたいこと言うでしょう。ほいで、次の回にまた、その、後半の、一気に前話はできないから、次の日にまた後半の直しが来るんだけど、その時に前どう言ったか忘れちゃってるから、<laughs> その前、ねここはもう俺が本当に心から思ってる嬉しいだから、かしこまらずにひらがなでしょとか言っちゃうわけ。多分どうでもいいんでしょうね、そこ俺。 ねえ、んで、なんか、で、もうそんなのしてて。でも最後の最後です、みたいなのがあったんだけど、今度、本の形にしてみる。ちょっとさっ差し挿絵とかも入って、あとそのサブリミナルの、ね、うんええ、芳場味噌を買い占めろっていうサブリミナルをすごい入れて、ね、多分もう僕との、僕と不起業者の、その、癒着が終わったんですよ、参観。もう今、日田高山から芳場味噌が消え、消え去る。 出版と同時に掲載されますけど。まあ、そういうの全部入れてみた結果。あのー、確かにわかるんだよね。そのエッセイだからどこで終わるわとかわからない。ショートショートとかと一緒で一冊の、そのずっと長いストーリーじゃないからさ。パってめくったらさ、5文字で終わるって1話をずっと読んでって、で、ずっとページめくってって、 で、めくったら5文字で終わっちゃうことだったあるじゃんや。5文字で終わっちゃって、次のページの頭から2話ってなるときの、この5文字ってさすがになくねえみたいなことがある。で、俺も嫌なの。俺もそれは性格的になんかがっかり感があるから、かとい、かといって何行ならいいのかもよくわかんないじゃん。で、ただ一応僕の好みも知った上で矢部下さんは、ここを、 この、今いただいてる原稿通りやると、ここが本当に、下、丸っていうので、次のページ終わってずっと白い、くなっちゃい、なっちゃうんですけど、みたいな。まあ、僕はそこに大体、じゃあこの3文字足してください、ね。メモ帳っていう、<laughs> ね,ね、メモスペースとして。 あと、もしくは君の考えた悪魔超人を書こうっていうのを下に添えてくれれば、大体大丈夫だと思うんですけど、そういうのあんまり多いと悪魔超人だらけになっちゃいますから。ね。ジャンプもびっくりするでしょ急に悪魔超人のアイデア届くようになったぞっていう、もう変な話の話じゃなくて、悪魔超人図鑑になっちゃうから。それもまずいなって言うんで,で、その、ちょっとじゃあ調整しますみたいなんだけど。 俺自分の中では、あ、だったら、その前の段階でちょっとき迷った挙句切ったのなんかあると、それをちょっと復活させようと思ったりとか、あと、ここにもう、数行分のエピソードとか入れようかなみたいになって書き始めるんだけど、それがびっくりするようになってするわけ。で、もう違う話になってんじゃんみたいになっちゃうと、もうそれは、今度、大変なのは、そこからはみ出る。で、もしかはその数行か 一行の五文字カットっていうのももう最後の段階だから、今度全部のページ数が変わってきちゃうじゃん。その前の、その次の今度、あの、割り付けが変わってしちゃうから、多数しかないんだよ。そしたら今度さらに次まで行くような長文になってきたりとかして、ほんで、どうしようみたいな。<laughs> こ,この、この場に来てどうしようみたいなことがあるわけですよ。で、そもそも、1月ぐらいからから多分1月に、 俺今年頑張ろうと思って、12月の終わりぐらいに1月のお休みにその第4弾出したいんですって話して、で、1月のお休みに俺、富士山のそばに泊まって書き始めたのがスタートだったと思うね。で、その段階では、 この自分のエッセイ自体はもう十何年前からずっと書いてたまったものが何百話、700話ぐらいあるうちのものだからまだまだあるわけですよ、在庫が。もうその今までの参巻で使ってもまだまだ半分以上あって。で、その中からその破した詩と中山氏が大体選んで毎回80話から90話だから、まあ、85話ぐらいがベストですと。 で、今回長いものも結構チョイスしたんで、75話から85話ぐらいにしてくださいってって、全部で110話のその候補を向こうのチョイスで渡されて。で、俺その残りのその400話とかを俺が選び始めるともうわけわかんない時間すげえかかっちゃうから、じゃそこは任せますってって。で、候補を110もらって、 こっからまあ目安82、3ぐらいに絞ろうかなと思って始めたのが、なんかちょっと過筆、もう全然すげえ変わっちゃってることとか過筆したりとか、あと最近それに関することがまた増えたみたいなことは過筆したりとか、で、さらには書き下ろしもしようと思ったら、書き下ろしが25本ぐらい書けるっていうことになって、結局なんだかんだで、 こうターハイになってって。だってもう、110から引く作業をしろって言われてるのに、もう一旦135まで膨れ上がってるから。これで、かなり締め切りの段階で、要するに今度6月頃にうまくいけば本が出ますよっていう、えー、業界法みたいなの,の中に、あのー、もう切るにこれ以上切れないからっつって88話。 88話でエッセイ集出ますっていうのが出て、で、それがアマゾンに先に出て、アマゾンに、ええと、完全に俺が原稿を出し終わる前に、6月11日発売予約受付中での話ーで、88話のエッセイ集って書いてあるのに、あの、昨日出た最終見本みたいな。まだ本の形になってない最終見本には91話入ってるっていう。<laughs> <laughs> なかなかないよね。あの、歌唱広告ってなかなかないよね。<laughs> で実際その91話のやつが、えー、6月の11日に出ます。ね、ただね、闇金牛島くんの漫画の方が面白いですって。急に小学館に、<laughs> 急に小学館にググって寄りましたけど、まあ、まあ、よろしければっていうね。<laughs> うん